皆さんこんにちは、ビーレジェンド小林です。今回はトレーニング種目の紹介なんですが、ちょっとね、特殊なベンチプレスのバリエーションでリバースグリップベンチプレスという種目を紹介していきます。ベンチプレスのバリエーションなんですが、これはベンチプレスを逆手リバースグリップでやっていくやり方になります。リバースグリップでベンチプレスを行うと、通常のベンチプレスよりもよりですね、大胸筋の上部上の方の筋肉をよく使えますので、例えばお家でトレーニングをしていて、こうフラットベンチしかないよ、でそれでも何とかして大胸筋の上部を鍛えたいっていう方ですとか、あとはちょっと肩をね怪我した経験があったりして、普通のベンチプレスだとちょっとね肩に違和感があるとか肩が痛いっていう方なんかは、逆手のリバースグリップベンチでやると肩が痛くなくてできるっていう方もいらっしゃったりするので、そういう方はねぜひ参考にしてやってみていただければと思います。でやり方なんですけども、基本的な姿勢はベンチプレスと一緒です。しっかり頭、肩、お尻、足をつけて胸を張って肩を下げた状態で、このラインのところに人差し指が来るぐらいの位置に持っていただいて上げます。で下ろして上げる、下ろして上げる、だいたい溝落ちあたりが基準になると思いますけども、下ろして上げるという感じでやっていきます。でこれもベンチプレスと同じように、疲れてきた時にお尻を上げないようにしていただくということと、あんまりですね上げる位置が上すぎると肩が上がってしまって、また肩を痛める原因になりますので注意してください。とこのリバースグリップベンチプレスなんですけども、通常のベンチプレスに比べてバーを落としやすい、逆手で握るってやってみていただいたら分かると思うんですけども、かなり持ちにくいので、バーがね手から滑って落としてしまうっていう事故が起きやすいので、くれぐれもですねセーフティーだけはしっかり設定していただいて、バーが絶対首の上に落ちてこない高さに設定をしていただいてからやるようにしてください。はい、今回はですね、リバースグリップベンチプレスのやり方を解説しました。他にも知りたい種目があればコメント欄によろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。